ソコルは、ロシア鉄道の高速列車である。列車名の、ソコルはロシア語で、高のこと。ロシア連邦製の高速鉄道車両、250、ソコル型電車を使用する。以下、車両名については便宜的に、ラテン文字表記の VSM250 型を用いる。 ロシアの首都モスクワとサンクトペテルブルクの間 654km を期間線5 2 0 m m の在来線経由で結んでいる。この区間にはソ連時代の1974年から製造された ER200 型電車が収益し4時間20分で結んでいたが技術上の理由から過周1往復程度の運用にとどまっていた。1997年 新型車両が試作され、ソコルと命名。2000年から量産に移された。動力分散方式で VVVF インバータ制御により、交流誘導電動機を駆動。アルミ車体。直流3000ボルト、交流 25KV50Hz に対応し、営業時の最高速度は時速 250km。しかしながら、ソコルの計画は2002年に中止されてしまい、 その後は、アイス3をベースとした、ドイツのシーメンス製高速車両ベラロを元にした車両、サプサンを用いて高速化を進める計画である。なお、この区間には高速新線が建設中であり、これが完成すると、時速 350km 運転が可能となる。ロシアの高速鉄道プロジェクトは株式会社のロシア、高速鉄道によって進められている。ありがとうございます。